こんにちは、今回の動画は翡翠パート2です。前回はですね、もともと翡翠に興味がなかった私がなぜ翡翠のジュエリーを始めたかという、きっかけをお話ししたんですけれども、その、翡翠をのジュエリーをリリースする前にですね、準備期間として2年間、知識を深めたりしている中で、AJ 度、BJ 度、CJ 度というこのランク分けというかカテゴライズについて、私が調べた限りどれもその当時の私には難しいなと感じたんですね。やはり専門用語が多かったりとか、きっと、宝石や翡翠について詳しくない方で、翡翠を調べてみたら、同じように感じられる方っていらっしゃるんじゃないかなと思いますので、今回この動画ではその A と B と C の違いについて、分かりやすく解説したいと思います。そして今ちょうどですね、このように、アジサイが満開の時期なのですけれども、すごくいいタイミングで昨日ラベンダーのバイカラージェダイトが、カットが仕上がりました。なので、それもアジサイと一緒に、ご紹介していこうと思います。では早速説明してみたいと思います。A と B と C の、決定的な違いはですね、とてもシンプルに言うと色の違いです。A は天然の色、B は漂白されている色、そして、C は染色されている色です。で、AJ 度というのは、天然無処理のものを指しますけれども、それ以外にもですね、艶出しをするために表面にワックスの処理をしてあるものも AJ 度というものに、含みます。簡単に言うとですね、床にワックスをかけるような感じで、表面だけに艶出しの加工をしているようなものです。じゃあ BJ 度は何かというとですね、漂白というふうに言いましたが、宝石の漂白は黒とか茶色といった不純物を取り除くようなものなので、グリーンやラベンダーという元の色は残っています。で、それで色を改良しているんですけれども、その漂白の処理をするときにですね、中の構造が少し脆くなってしまうんですね。なのでそれをまた再度しっかりさせるために、眼振処理というのを一緒に行っています。この眼振処理というのを聞いたことがない人は何かなと思うかもしれないんですけれども、要は先ほど AJ 度は表面だけをコーティングしていたのに対して、眼振処理というのは樹脂を宝石の中まで染み込ませているのが眼振処理です。で、そうすることによってこう内部の細かなひび割れの中にこの透明な樹脂が入り込んで、石がしっかりするというのと、ひび割れの部分に透明剤が入ることで透明度が少し増すという、効果が得られます。で、この処理をしているのが BJ 度というふうに、呼ばれています。そして CJ 度が染色です。染めの方法はいくつかあるんですけれども、一般的にはですね、 BJ 度の漂白そして眼振処理というのを行う際に染料を一緒に入れてしまうというのが多く行われている処理です。つまりどういうことかというと、漂白した翡翠にですね、色のついた合成樹脂を内部まで染み込ませてしまうという方法です。これをすることによって、もともと淡いグリーンや淡いラベンダーカラーだったものが濃い色に色が改良されるというような、処理です。このようにですね、 A と B と C の違いについて色という軸だけで考えてみると少し分かりやすくなったんじゃないかなと思います。私のジュエリーの中ではほとんど AJ 度を使っているんですけれども、ルースで仕入れてくる場合はワックス処理がされていて、原石からオリジナルで、ルースを作っている場合には天然無処理となります。ただ私は個人的にはですね、A でも B でも C であってもそれぞれに魅力がありますので、しっかりその処理の情報が開示されて適正価格であれば、どれも楽しめればいいんじゃないかなというふうに思っています。なので、私の作品の中では時々 CJ 度も使っています。でなぜかというと、例えば天然で濃いグリーンの翡翠というのは、そもそも高額なのでファセットとかカービングといったことができないですけれども、染色であれば、そういったこの遊び心があるものっていうのも作れますので、そういったのもこう魅力があるなと自分で感じればうまく取り入れてですね、品質の高い翡翠から、カジュアルなものまでこう幅広く翡翠が楽しめるように
ご紹介していきたいなというふうに思っています。それでは最後にですね、ちょうどこの紫陽花の季節に仕上がってきた紫陽花カラーの翡翠をご紹介して終わりたいと思います。で、まあ、これらの翡翠はすでにリクエストいただいている方もいらっしゃるので、そういった方を優先にご案内していきますけれども、8月ぐらいを目指して作品にしていきたいと思っていますので、ぜひそれも楽しみにしていてください。それではまた。